所得の低い高齢者に3万円の臨時給付金を支給することなどが盛り込まれた2015年度の補正予算案がまもなく衆議院を通過します補正予算案は午後1時から開かれる衆議院本会議で与党の賛成多数により可決される見通しです総額は3兆3213億円で アベノミクスの恩恵が及びにくい年金生活者などを対象とした3万円の臨時給付金や TPP 合意を受けた農林水産業の支援策などが盛り込まれています臨時国会を召集しなかったにもかかわらず、ね、結果的には3日という不十分な審議時間で採決されたことは大変遺憾に思います 補正予算案は参議院に送られますが野党側は選挙目当てのばらまきで将来世代にツケが回されているなどと批判を続ける方針です。